今シーズンのちょっと J リーグの展望、楽しみ方みたいなところを聞きたいんですけど、はいうん、僕は浦和、楽しみしてますね。浦和を優勝に推すのはちょっと勇気がいるんですけど、ただ横浜と川崎にちょっと不安要素が例年以上に多いと思うので、うん、上位争いの混戦の中に入ってくる一角は浦和もいけるんじゃないかなと思ってて、うん、まあスコルジャっていうタイトルを取った監督が来てくれるっていうのもあるし。うん で、一年目の監督なんですけど、リカルド時代からの積み上げがちゃんとあるので、もう意外といけるんじゃないかなと思って、うん、あの、僕も帽子の順位予想で初めて浦和を1位に上げました。えそうです <laughs> 初めてなんだ。初めてです。これまで初めて。で、周りの人見たら僕一人しかいなかったんで、よし <laughs> よし。よし <laughs> これは当たればオンリーワンだって思って。<laughs> 確かに確かに、はいえ。浦和はサッカー的にはどう変わりそうですか <laughs> あのー、 ハイプレスを導入するっていうことを、うん、あの、やってて、まあ、リカルド時代に一番、その、引いて守備してカウンターみたいな展開にさせられたことが多かったのが、まあ、クラブとしても大きな反省点、もっと前から積極的にアグレッシブに行くサッカーにしたいっていうのがあって、まあ、監督交代があったんで、まあ、あの、スクロージャパンとか入ってからもそこの改善が、 一番先に手つけたんですよ。でも、ビルドアップなんかは結構、リカルド時代の前監督がいい仕事してるみたいな、そういう評価が、スコロジャ監督がしてて、そこら辺を敬意が、前監督への敬意を告知にしつつ、チームを作っているので、これ意外と早く出来上がるなっていう気がしてて、そこら辺はすごい。 期待してます、ね、スコロジャーさん、めちゃくちゃ怖そうじゃないですか。あのなんか怒ったらすげえ怖そうだなって印象は。いやでもやっぱ <laughs> あのポーランドみたいな、<laughs> ポーランド人ってやっぱその辺のバランスの取り方、絶妙なんじゃないですか、ね。うん、これ勝手な印象ですけどリンセンが、まあ、去年、来ていきなり怪我をして散々だったんですけれども。うん 彼はもう本格フィットすれば、点ばんばん取ると思うので、<う>まあ、センターバックのホイブラーテンとかの獲得がちょっと遅れたんで、うん、あそこら辺がもうちょっと早ければ、ショルツ、ホイブラーテンって、完璧なセンターバックで、左右で臨めたんですけど、ちょっとあの辺の獲得の遅れがスタートダッシュにどうくるかなって、まあ、そこら辺は不安ではあるんですけど、ただ全員固まってきたら、これ強いなと思ってます、うん、やっぱ今季開幕早いですもんね。そそそうそうそうなんんですよ佐藤さはは今シーーズン、J、リグは どこをどう楽しみますかちょっと清水さんが J1 上げてくださってまして、<ん>僕 J2 からなんですけど、<ー>町田テルビア。おっ。 <お>あげたいです、まあ、普段あの、うん、アベマーさんであのゼルツクという番組であのデータも,もさせていただいているっていうのもあるんですが、うん、やっぱり黒田、青森山田からね、えー、黒田監督やってきて、で黒田さんがそれこそ、普段青森山田でやってたような戦術を体現できる選手たちも本当にごっそり持ってきたっていう形でもあったので、うん、まあかなりいけるんじゃないかなっていうのはすごく感じてはいます。うん、あとは、なんかね、来年、あの新国立がなんか民芸化するみたいな話とかもあるじゃないですか。あー なんかサイバーエージェントさんだったらかそういうところにもこうスルスルっといっちゃうんじゃないかとか、うん、<laughs> ねでそれでこういろんなビジネスとかも展開して,てなったらよりなんか J リーグを盛り上げてくれるアベマさんーやってくれるんじゃないかなってのもあるので、うん、ここで昇格にこう、ね、こううね抵抗をかけてほしいなっていうのがそこからはそなるほど、はい川端さんはまあ高校サッカーずっと取材されてて、ええ、なかなか高校サッカーのあそこまで、ねうん 強豪チーム作った監督が J にこう乗り込んでくれてなかったんで、これ、僕、ブレイクスルーしてほしいなと思って期待してるんですけど。うん、いや、どうなんでしょうね、こう蓋た開けてみないと分かんない部分たくさんあると思うんですけど、ただ僕がすごいいいなと思ったのは、黒田さんが高校生相手にやってたことをそのまま J の選手にやるつもりはないし、それじゃだめだろうと思ってるっていうのを。うんうん こうそこれれ選手権終わったあと話聞いたときに、そういう話をされていて、でまあ、それはすごくこう最初から立ち位置、ちゃんと決めてるんだなっていうのは分かっていて、J リーグで監督の経験のあるヨンヒさんを呼んできてっていうのも、そういう狙いの中にあるという話だったので、うんでまあ、そういう意味ではこう、なんだろう、やっぱ賢い人なであのの、うん、すごいうまいことをやるかもしれんぞというところは感じてます。うん、はい、うん あとは川端さん自身の J リーグの今,、うん、今年の楽しみ方を教えてください。いや僕はやっぱね、若いのが新しくボコボコ竹の子のように出てくるようなシーズンになってほしいと思ってます。えーうん、ま来年ね、パリゴリンのいよいよあり、ね、も 今回ワールドカップが変な時期だったせいで、あと東京五輪が1個ずれたせいで、次の五輪来るのめちゃくちゃ早いんですよ。<い>ね、<laughs> <laughs> な。ので、まあ、そこも見据えつつ、あと今年アンダー20のワールドカップがあるので、ねまあ、そこの出場権取らなきゃいけないですけど、そこにこう選びたいなっていうような選手たちが、こう開幕からどんどん出てきてほしいな。 それからまあ J リーグだけではなくてこの徹底討論チャンネルは今後、まあ、春には、ね、こう野球も盛り上がりますので、うん、WBC であったりとか春の選抜高校野球も取り上げる予定ということで聞いておりますので、うん、皆さんサッカーのみならずいろんなスポーツ えね、取り上げていく予定ですので、皆さん、お楽しみにということで、今後のね、えー、告知に期待してください。それから、それから、まだあるというところで、川さん、なんか新しいチャンネルも立ち上がるということなので、ちょっと説明ください。そうですね、このニコニコ動画さんの方でですね、ウィナー徹底予想チャンネルというのをこう開始することになりました。 まあ、こちら、ウィナー、あの、トトのですね、一試合ずつの予想ができるということが、あ去年から始まって、ワールドカップも対象になってたので、そこでやったっていうことも多いんじゃないかなと思うんですけど、そこを、こう、まあ、非常に優れた、 皆さんが、予想家の皆さんを揃えることができておりますので <laughs>、<laughs> <laughs> ここにもうすでに3人にはいるような気がしますけど <laughs>、笑ってるよ、大丈夫。<laughs> <laughs> まあじゃあそういうので、なんかみんなでこういろんな、それぞれの理論があると思うので、逆にね、こう、なんか歴史のない、 あのやり方だと思うんですよ、ウィンナーっていうのは。うんうん、だからあの、方法論が全く確立されてないとかありますので、うん、皆さんそれぞれのアプローチでいろんな要素をしていって、うん、まあ誰が当たって、誰が当たらないのかみたいなのが、確実の音にさらされる恐ろしい、<laughs> 恐ろしいところです。ちなみに、シビーさん、毎年この時期は J リーグの準予想やってるでしょ、はい、はい。当たってるの ほとんど当たんないですよ。<laughs> 散々ですよ、毎年毎年。<laughs> 毎年ほんと散々なんで、僕、本当に今年この企画に一番力入れなきゃいけないなって思う。<laughs> <laughs> いや、J リーグは世界で一番予想が難しい説もありますからね。しかも、ね、ウィナーの場合、スコア予想しなきゃいけないですからね。単なる勝ち負けじゃなくて、うんうん、そこら辺も、こう、オッズによってどれだけ配分するかとか、うん 僕正直競馬とかも全然やったことないんで、うん、まずはこの予想の仕方っていうのを自分なりに早く、うん、早く身につけないといけないなっていう。 おおワールドカップの時コスタリカ戦以外は当たりましたけどね。素晴らしい。それは、それはね、あの日本代表のおかげでしかない <laughs> <laughs> 素晴らしい。ちょっと今、もう早くもなんかちょっと怖くなってきました佐藤さんは、そういう面ではデータも駆使して、はい、結構緻密な予想されるんじゃないかなと思いますけれども。はいそうですね、僕はもう普段データ、まあ、そしてあと統計学が一番それこそ好きだってので、ずっとやってきたのもあるので、ここはまあ自信持ってて 言い方あれですけどもう数値数学いろんなものを駆使して。 お届けできればなと思ってます。ああそれは強そうだな。頑張ります。そうなんですよ。さ佐藤さんがおられるのでこっちはもうオッつの逆取りで行こうかなっていう。一番やばいやつ。そしたら僕一番言われちゃうじゃないですか。お前ちゃんと数学使ったんだろう言われたもし逆になったらですね。でも多分僕はウィナー会の粗品さんになると思います。清水秀が入れてないやつを入れればいいみたいな。そう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 。でも大穴 狙いいだだったたら清水だろううみたいになるでしょ <laughs> そうそ,うそうちゃんとスタイルを確立してやっていけば、ね、ああ言ってる時の清水の言ってることは全部外れてるみたいな <laughs> <laughs> そういうふうになんかこう参考に逆参考になると思うんでちゃんとスタイルを確立していこうと思ってますね。ちゃんと外していけばそれはそれでね一つの,あの、ね、確立されたものになるわけです、ね、<laughs> そうです,そうです <laughs>